36番ワイルドオート。ワイルドオートがケアする感情は方向性すら定まらない混沌とした迷いです。人生の分岐点での迷い、どうしてよいかわからないカオスな迷い、何をしたいのですかと聞かれた時に、何かをしたい気持ちはあるが具体的にどの方向に進んだらよいかわからない時、目的意識がなく何事にも身が入らない状態です。このタイプの人は何かを始めても長続きせず、転職などを繰り返す人が多く見られます。レメディを使用することで目的意識を持ち、方針を定めて物事に取り掛かれるようになるでしょう。何のためにという点がはっきりしているので、持久力、忍耐力を持って突き進むスタートに立つことができるでしょう。36番ワイルドオートでした。